皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。カシアスジムの隠し玉スーパーカリエントです。さっき、今12時ちょいなんですけど、11時ぐらいに急に未来から連絡あって、計量一緒についてきてくれってことなんで、急遽準備してきました。今から後楽園ホール行って計量して、計量後の暴飲暴食見ていきたいと思います。ということで、とりあえず3人で合流しました。これから後楽園ホールに向かっていきたいと思います。ん、何？え？やば、お前カラスと喋るってね。カラスと喋る、ここまで来た。計量通知です。ういー、でもどういう意味なんですかね。僕らえダメです。あ、やば。OK。限定いきます。うるせえ。タピオカ1ミルク、いちごミルク、いちごタピオカ、いちごミルクです。どうですか、計量終わって一発目の甘いものは。最後ホタテのサーモンクリームパスタです。いただきます。とりあえず第一関門突破ということで。いつぶりだろう。たくさん噛んでください。いいっすか、美味しいっすか。なんかジムじゃなくて変なとこついてきましたけど、どこに向かってるんですか。今からルーティーンのアイス食べます。お願いします。その右曲がったすぐのとこ。そう。あー、それか。アイスもうまいんですけど、はい、ジェラートもうまいし、これ夏これマジうまいっす。スムージーマジうまい。トリプルください。ないです。ルビーグレープフルーツ、シルバーグレープフルーツ、いいな。キウイマジ、キウイマジマジ、キウイとイチゴマーブルヨーグルトです。何を注文したんですか。キウイパン、これイチゴのヨーグルトマーブル、まあ、イチゴマーブルヨーグルト、これルビーグレープフルーツ、これグレープフルーツ、これほんとね、今日バニラ系で行くって決めてたんだけど、はい、全然フルーツ来ちゃった。マジでうまい。じゃあちょっと早速いただいてください。まずはキウイから。キウイ
美味しそう、美味しそうです。いや、うまいです、めちゃめちゃ美味しそうです。酸味があってね、いちごね、今の、いや、今のはループ、あ、今のグレープフルーツね、いちごっぽいです。あ、いや、バッテリーなくなる。いちごもうまい、いちごもうまい。じゃあちょっと最後一言お願いします、このアイス。計量終わってアイスも食べて無事ジムに戻ってきました。じゃあ最後に好きな食べ物は何ですか？唐揚げです。